第1位を。はい、じゃあ、はい、第1位、女子にしたくない有名人ベスト5第1位に輝いたのは、藤波辰爾。ああ、これは困りますよ。なんでですか？この人昔新日本プロレスの社長やってたんですけど、すごい方ですね。すごい方ですよ、はい、選手ながら社長やってたんですけど、すごい、その選手が新日本プロレスを離脱するのを、はい、東京スポーツで知ってましたからね。本当なのって言ってましたから、それやんで。そんな社長いますか？だっけ、本当なのって言ったらしいですよ。東京スポーツ見せられて。びっくりですね、その時期。びっくりですよ。コントみたい。コントみたいな。藤波さん。これ確かにちょっと上品。かなりやり手な感じはしますけどね。まあ、かつてその社長もやった人ですし、今のドラディショナルの社長ですからね。ドラディショナル。ドラディション。ドラディション。新団体です。ああ、うん、そうなんですか。すごいですね。でもこの間も、そのエースレスラーが、はい、私は藤波辰爾を許しませんよって離脱して。何があったんやっていう。何があってんの、これ。